えー、半年ほど前に職場の事務さんが辞めてしまいました最近知ったのですが僕がパワハラしたからだと会社から出ました診断書があったからどうにもならないパワハラ確定だと言われましたが納得いませんこれはしょうがないのでしょうかはいしょうがないですまた上司から目をつけたらしくこれから気をつけることはありますでしょうかよろしくお願いいたしますえっともう診断書があって辞めたということであればもう言い訳をすることは不可能ですなので本当にかっいや,やってなかったとしてもそういう嫌がらせをして辞めるということは可能なんですよね なので、要はその、なんかあの、パワハラで、そのなんか眠れません、みたいなので、その不眠になりました。で、その診断書です、みたいなのって、あの、口がうまい人だと結構もらえるんですよ。それが、実体がどうか、真実がどうかと関係なく、そういう証拠が出た時点で、もうパワハラをしたと言われた側が100%負けです。それを覆すとすると、虚言癖があるとか、 そのなんか脅迫をされたとかその何らかの違法行為とかがない限りは覆せないと思うのでもう諦めたうが良いですなのでその目をつけられてる人も含めて多分その会社内であなたのことを嫌いになる人は他にもいるんだと思います。なのであの普通に気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。 えー今の会社でそれなりの地位に出世しましたが、えー、上の人は俺が若い時はこうだった俺もお前の立場の時はつらかったなど昔の嫌なことをなぜかこちらについてきます。これ何なんでしょう褒めてもらいたいんだと思います、えー。私はある程度ナレッジベースにまとめて経験がなくてもそれなりに仕事を消化できるようにするんですけどそれって普通じゃないんですかね、えっとあのナレッジベースにしてあの他の人でも経験がなくても同じような答えが出せるようにするっていうのは大正解です。ただ年を取った人で無能な人ってあの。 自分が無能であるというのをうすうす気づき始めてるんで若手で結構優秀なやつが来たっていう時に自分が優秀であると褒めてもらいたいという願望を口に出すためにあなたの持ってないものを俺は持ってるよというアピールをし始めるんですよ。そのあなたが持ってなくて俺が持ってるっていうそのおっさんのアピールは俺はこんな経験をした俺は若い時にこういうことをした。 お前はその経験がないだろう俺はこういう経験をしたぞっていうので、それで、あ、さすがっすねーって言って持ち上げてほしいっていうのがあるだけなので、あ、そうっすか、そうっすねって言って持ち上げておくと、アホで低能な人って、あ要は他からも嫌われてる可能性が高いんですよ。 いやその他の優秀な人から見ると「こいつうぜえななんか自慢だけしてて」ってなるんで嫌われてるんですけど褒めてくれる人がいるとその褒めてくれる人は「あこいつ俺のことわかってくれんじゃん」みたいなので割とあの自分のコマとして動いてくれることが多くなるんですよね。なのでそのでそまあ 年取ってるとあの会社内でいろんな指令が多いと思うんですけど「ちょっとあの人紹介してもらえませんかね」みたいなことを言うと先輩ずらして「おうおうなんか俺のこと頼ってきたな」みたいなので「じゃあ俺が何とかしてやるよ」みたいなので割とそのコネクションをあのなんか譲ってくれたりとかあの紹介してくれたりっていうのがあったりするのでなのでそのあくまでこう頭の悪い使える駒としてキープするためにも褒めとくといいんじゃないかなと思います。 えー、アニメ関係の会社で働いてます担当している作品にすぐとなってきたりするパワハラスタッフがいるのですがその人は社員ではなくフリーランスでパワハラで会社に訴えることもできませんどうすればいいですかえっとその自分の直属の上司に言えばいいんじゃないですかえっとそのパワハラをしている人というのを訴えるのではなくそのパワハラというか まあその不法行為に当たるようなことをする人がその職場にいるという状況に対して改善してくださいっていうのを上司に言ってで上司がそれを改善しない場合は労働基準監督署に行ってください,い。その あの別にその頭のおかしなことをやる人というのが社員である必要はなくて頭のおかしな人を労働環境で野放しにしていてその結果 PTSD になりましたとかだとそれは会社の責任っていうことになるんですよねなので別にあのそのうう人がフリーランスでも全然気にせずにあのちゃんと証拠を取ってくださいおフランス3点目おめでとうございますなのであの証拠は大事ですよ えー、楽しいことがあったから仕事を頑張ろうという気持ちになれなくて楽しいことがあった後に辛い奴隷労働に、えー、とんこれなん勤務の勤定糸しばなければならないだっけ読み方分からなくなりましたという落差で死にたくなります、えー、どうしたら少しでも楽な気持ちでいられるでしょうかえっ、ー、と転職すればいいんじゃないですかあの多分嫌な仕事をしてるからきついっていうだと思うんですけど多分給料であの選んでると思うので あの給料は安いけども楽な仕事っていうのを選んだ方がいいんじゃないでしょうか。要はその,あの、まあ、基本的には労働って嫌なことで嫌なことをやることでお金がもらえるんですけどただその嫌なことをやるんだけどあいそしむだはいすいません。なのであのめっちゃお金もらえるからその嫌な部分というよりお金もらえるっていう方がでっかいから我慢できるっていう人がほとんどなんですけどその嫌な気持ちっていうのがめちゃめちゃでかいっていう人であればそれはもうあの多少給料が高くてもやめちゃった方がいいと思うんですよね。 だ例えばその死んだ魚嫁をしている性格の悪いデブなおっさんの横でずっと仕事をするみたいのになるとその仕事も手につかないじゃないですかなんか生温かいしベタベタするしだからそのストレスに耐えるぐらいだったらもっと安い仕事をし安い給料でストレスのたまらない仕事をした方がいいよねっていう考え方もいると思うのでただまあ別にそのなんかデブがベタベタしてるの全然大丈夫ですみたいな人であればそれはそれでそういう仕事をすればいいと思うのでなのであの自分のそのストレス体制によって仕事を選ぶっていうのもやってみればいいんじゃないかなと思います そうですね黒光りしてるんですよねあれ。 えー、経営者をしています。従業員の一人がとても無能です。えー、人間的には真面目でとてもいい人ですが、気が利かない空気が読めない、視野が狭く、今の仕事は絶対向いてません。指摘をすると、とっさに意味のほからない言い訳をします。本人は改善しようとしているようですが、おそらく改善するとは思いません。おそらく発達障害あるんだと思います。何度も話し合いをしてますが、辞める気配がありません。少人数の職場なので、合理的配慮ができず困っています。ゆるきさんならどうしますかえっと、直そうとしないですね。 要は治らないという前提で、その人ができる業務に転換させますね、えっと。例えばその気が利く必要があるのって、そのやったことがない業務をとか、初めて会う人に会った時に何か話をするとか、人が来たらお茶を出すとかなんですけどでこういうタイプの人の場合って、その要は想定してないことの対応はできないので、なのであのマニュアル通りの仕事をやってもらうと結構うまくいったりするんですよね。 要はそのマニュアルが決まっています。この通りやってください。例えば経理の仕事みたいなので、そのレシートをこうバッて渡すから、これの計合計額のところを全部この Excel に移し込んでください。で、それが入力が終わった後に、領収書の方の合計額を計算機で全部計算して足して、Excel の方も合ってるか、それの確認をしてください。で、それが終わったら、その領収書を束ねて、ホチキスで止めて、この袋にいてください。で、これをやってくださいっていう、 そのまあ、迷いようのないような指示を出して、単純作業をひたすらやらせると、普通にちゃかちゃかやったりするので、その単純作業を作るって、どうしてか単純作業をその振るみたいな、そういう形にするといいんじゃないかなと思うんですけど昨年中に出勤25日、そのうち24日が半日で退勤しているのに、公務員ということで、国にもならずボーナスまで満額もらった人がいます自分の業務外でカバーしていた私が、その人にどうにかしてギャフンと言わせる方法はないでしょうか。 そこら辺の資料をちゃんとまとめて、で、あの、反市長派まあ反派、反町長派まあ、んないですけど、の議員の人に渡して、で、議会質問とかでそれを出してもらえるようにすると、さすがに市長の方でもそれ責められたら、なんか議会で責められたら、なんとかしなきゃいけないよね、ってなると思うので。なので、あの、反市長派、反町長派、反村長派まあ、わかんないですけど、そこの人に持っていくといいんじゃないかなと思います。パパハラのご相談、今後どうされようか。 えー、大手企業で主張しています。上司のパワハラがエスカレートし、食事が取れない不眠の症状が出てくるようになりました。上司はえ社長と仲が良く、人事部のトップに圧力をかける人です。これからどう受けばいいでしょうかアドバイスいただけると幸いです。えっと、証拠をひたすら集めて、労働基準監督署に、あの、相談してみてください。 で、労働基準監督署に相談した上で、労働基準監督署と相談したとき、こういう状況でしたけど、どうしたらいいと思いますかっていうのを、上司じゃない人に相談してください。 要は上司に相談したら多分揉み消すっていう形で全力で頑張ると思うので、なので上司がない人に言った場合に、じゃあそれが労働基準監督署が入ってきたら会社にとってダメージだよねとか、それがじゃあそのなんか身庁とかに持ってかれて社会問題になったらそれはまずいよねみたいな、ある程度冷静に判断できる人と話をすると、じゃあ部署変えた方がいいですよね。部署を変えるんだったらこの労働基準監督署の問題っていうのも解決するし、あの、週刊誌に持ってかないんですよねみたいな、ある種はまあ腫物扱いにはなると思うんですけど、また晴れ物扱いっていうのは、要はその、 腫れ物扱いという表現なんですけど、下手に扱うとダメージが来るぞっていう人を腫れ物扱いと呼ぶんですけど、今のところパワハラされ放題っていうのは完全になめられてるんですよ。要は何をま,まあ,、まあ、あのパワハラのほうが違法行為なんですけど、違法行為をしたとしてもこいつは文句言わないよねっていうなめられてる状態なんですけど、そうじゃなくて違法なことをしたらさすがにこの人ははむかってくるかもしれないよねっていう であの通常の平等なあの対等な状態に持っていくっていうためにも、まずは一回腫れ物になった方がいいんじゃないかなと思いますけども。 25歳女です。社長から期待と関心を持たれてしまって困っています。私はプライベート重視である程度のお金が安ければ満足なんですが、社長は仕事を通して私に成長や人生を豊かにしてほしいと思っているようで、私の限界値を超える仕事を落ち着きやれて最近体調を崩し気味です。私なりのアタック理由があるのでご期待には応えれない、そういうことはしないでほしいと伝えられますが、なんで俺の思いがわからないんだと切れられました。もう転職しようと思っていますが、その都度環境感が変えるのも大変なので、対象をお金を教えていただきたい。社長が、 あなたに対して特別な思いを持っているかどうかっていうのがまずあるんですけど、ひょっとしたらその、あの、異性的な行為を持っている可能性があるので、その場合はさっさと転職した方がいいと思います。で、そうじゃない場合で、あの、本当に良かれと思って言っている場合もあるんですよね。で、その場合であれば、あの、一回その、診療内科でもいいんですけど、あの、お医者さんに行って、あの、勤務時間長すぎるせいで健康が害してますっていうのを診断書をもらうようにしてください。 理解していただけるのはありがたいのですが、体力はあなたと違います。なので、1日に働ける労働時間というのは、私はここまでです、お医者さんもそう言ってますっていうのを見せたときに、あそうなのね、分かりましたっていう、そこの人間としての違いを理解してくれる人なのであれば、その下で働くっていうのは、決められた労働時間の中で能力を高めようとしてくれる、いい上司、いい社長の可能性もあるんですよ。ただそううででない場合はやべって,って逃げるっていうので なので一回ちょっとそこらへんその診療内科なりお医者さんなりでその働きすぎだから良くないですっていう証明をもらった方がいいんじゃないかなと思います。建築関係の図面を書く仕事をしています。怒られバスを浴びる日々に疲れました。無資格ですが転職生きると思いますか ?36 歳女発転職です。資格取った方がいいんじゃないですか建築士とか、あの、 とりあえず、あの、低いところから頑張って取っちゃった方がいいんじゃないかなと思いますけど。結局、その資格がないところで転職が難くようは、その資格がない段階で、いえば、その、あの、経験があったとしても、やっぱり資格がないよねっていうところで、あの、舐められてしまうっていうのがあると思うので、今後の人生長いので、早めに資格取っちゃった方がいいんじゃないかなと思いますけど。 コミュニケーションが取れない状態とはどう接したいでしょうかおそらく悪気はないのだと思いますが、誰に対しても毎度痛みをまじめて会話されるので接することがわかりません。接し方がわかってると思うんですよ。問題はあなたが嫌味を言われるということに耐えられないというあなたの問題です。接し方がわからないのではなく、嫌味を言われてる人と接するのが嫌だというのを、接し方がわからないという表現をしてるんです。でも、接し方はわかってます。嫌味を我慢すればいいだけです。以上。